本日のお客様は1937年愛知県のお生まれです。ビートルズ初日初来日の際のオフィシャルカメラマンとしてデビュー。うん、以後写真だけではなく映画小説俳句さらにはテレビのコメンテーターとしてもご活躍中。うん、写真家の浅井新平さんです。はいようこそ,こそい,らい,いらっしゃいました。こんにちは。はいうん えー、いろいろご活躍なさっていらっしゃいましてご本もお書きになったり映画の監督をなさったり、うん、でも写真家でもいらっしゃるわけです、うんえー、とても興味を私や村井が持っているのは、えー、時代の中でこの今の時代とどう寝ているのかどう寝ないのかあのそういうことから。 あの若い時には先輩に「お前みたいにいろんなことを考えていたらいい写真は撮れないよ」と言われた先輩に「失礼だけどあなたは写真のことしか考えていないからいい写真が撮れないんじゃないか」と言い返したというお話も冒頭でしょあ,るあるんですけどもこの辺は僕たちも含めて時代とどういう距離感に私たちはいるんですかね。 嫌、うん、でも時代を無視はできませんからねそうですねまあ生きるっていうことの厄介な一つはそれでしょうああなるほど私なんとなく分かるな、うん、私ずっとこうサインみたいな板の上に乗ってるようなイメージですもん生きててたまに落っこちることもあるしああまあ俺も考えだけど俺も山の尾根を歩いてるような、うん、あの たままに切があっててズボッと落ちてる感じしすだ決めそ,のそれを読めればいいけど読めないし、うんはい、読めても落ちていくしかない時も時にはあるでしょありますあ。読めてもねそれを選ぶしかない自分がいたりするっていうのは、うんうん、それは人間だから、うん、そうじゃない人もいますけどね、うんうん、どっちがいいかったら分かってるけど落ちていっちゃうっていうことの方が。 人間としていいんじゃないですか。うんうん、そうなんですけど、まあ俺いつも思うんだけど、あのなんていうですかね。まあ反体制側の人たちがいますよね。うん、で、そういう人たちって、まあ意識は一緒なのに、もういどまあいつの時代でもどこでもあの過激派と温謙派に分裂していくんですよ。うんえー、で、そこがもう。 どうしあれどうしようもないのかなってこういつも思うんだけど、まあ、て今の日本の中でもある番組降りる降りないで、まあ、一緒にやっているはずなのに意見の強烈な人とそれからちょっとだけ周りを見てあの進めようとする人でこう食い違っていっちゃうじゃないですか、はい、どうしたらいいんですかいや僕にに聞かれれてももるけどただその一人の人間のの間中にもこう揺れ動きが ありますよね、はい、時代ももちろんそういうものがありますよね。だそれを、こう正直に、お互いにこう出しっこするっていう。そういう仕組みがね、うまくいってないんじゃないかと思うんですよね。正直にものを言うってうことが、ものすごくはばかられるっていうかね、うん。うんうん、難しいんですよ、あの、うん、伝えなきゃと思うと。すごく強い言葉になっちゃうし。うん、あの、だからといって、何かの、その。 うん、自分をですねカテゴこっち組だろうみたいにカテゴライズされるとちょっと頭、うんうん、違うんだけどみたいに思ったりとかそう, <laughs> そうですね、うん、だからやっぱりこう宿命的にまず時代を選べず人は生きてき生まれてくるわけだけど、うんはい、その後その時代とあのどういうふうに、うん。 い生きていくかっていうことがもう人生の大きなテーマにこうなりますよね。でその時にこう自分だけじゃ生きていくわけじゃないから当然ながらその同じ時代に生きている人たちとこうどうコミュニケーションするかっていうような問題があってそれが常に人間のずっと長い間のテーマで未だにこう続いているわけだよね。だそれをもうせっかく見つけたいろんなこういい話も 扱いいい方間違ううとととんででもなななこっちゃゃじすか例えば民主主義なんてものすごい厄介な仕組みだけど今のところそれ以上に他の方法があるのかって見つからないっていうことですよねそうすると民主主義の基本といえば多分全く違う意見の人とテーブルを同じにするってことだよね嫌だけど特技はね嫌と言ってらんないお互いにねだからそこのところをどう我慢してどうお互いに理解し合うかっていうところにこう 行かななななきゃいけないいいけけんだけれども現実ににはそういう,ふうになってないよね<ー>、うん、でも私ちょっと <laughs> あの最近おばはになってきてからは、うん、あの自分は言いたいことを言ったって、うん、それをすごい湾曲して捉えられても、うん、もうあいあい自分の意識じゃなくて相手のことだから、うん、そう思われてもまあいいかって、うん、まあいいかで流せるようになってきましたけど、うん、<laughs> それが時代に。うん うん、合わしてるっていうそうですね、ま。もういいかって思うことが。時には必要なんだけども。特に厄介だけど、そこのところを超えてちょっと、もう少し聞いてくれないって言わなきゃいけないケースも。あるんじゃないかな。え、もう少しなんですか。もうちょっと誤解しないでよ、うん。誤解しないで聞いてくれ。うん、そう。面倒、うん、くさい。これはなんだよっていう、うん。いう。 こう付き合い方がね、人には必要なのでもちょっと私は面倒くさくなってきてますどうせ誤解する人は最初からもう誤解する気満々で誤解してたりするからだからもういいやっていうふうになってきまいやそれはね僕もね実は今違う立場で話しちゃってるんで逆になってもいいんだけどさ逆になっちゃうこともあるかもしれないでもね結局のところねそうだけれどもやっぱりやっていかなきゃしょうがないっていうかちょっと分かり合おうよっていうところはどっかの 残しとかないといやいやごめんごめん <laughs> 別にそれ,それお酒してるわけでも何でもない, <laughs> い,やいやむしろ僕に聞かせなきゃいけないことなんだけどさいや全然大先輩ですから、うん、っていうとやっぱり一歩進んででそここになったったてことですよねだから要するにあの、うん、長い間業界にいらっしゃるけど浅井さんの考え方が若い時よりと 若い時とそれは同じなんですがそれとももう少しあの別の角度から見て今みたいなお考えっていうことですか例えばいろんなことが起きるよね、はい、時代の中で、はい、そう大概僕より若い人が起こしてるわけよ。とそうすると あのまあ、例えば、拝見で言えば、うん、あのえ文化芸術の懇談会みたいなのあ,る、うん、ありますよね、ああいうのがあると、うん、言ってみれば僕の息子たちが、うん、そういうことで話をしているわけでね。うん、そうするととと親父としてはちょっと、うんうん 息子たちにうん、うん、お前らちょっと違うんじゃないかって言いたくなるじゃないところがその場はもう息子とか親父とかじい、うん、ちゃんと少年とか青年とかっていう話じゃなくなった社会というものがもうあるわけだからそんな年寄りに話聞きたくないやと思ってる人が多いだろうと思うし。うんうんうん で逆にいや僕らはまでもね俺も君と同じ年の年があったんだあるいは僕なりに経てきたいろんな人生の悩みがあったり苦しさがあったり面白さがあったりしたよっていうことが素直にこうお互いにこう先輩後輩っていう言い方は変かもしれないけども多少先に生まれた人間と後から来た人間との間でねいい交流が欲しいなと思うんだけどお互いに君耳持たないっていう形になってしまうのが一番よくないんじゃないかな優しい 優しいんですよ。うんはあ、なんか私だったらまたあの,あのアホな人がまたやり寄ったしか思わない。うん、いや、実はね、うん、その思いもあるんだけど、うん、どっかでね。うん いやこの間もねあるテレビでそれ僕、うまく話がその今の話ができなくて非常に傷ついたんだけどそれはどうしてそういうことになったかというと今、僕が言ったみたいなつまり自分の子供や自分から後から来た人たちに対してあの怒るんではなく気づいてほしいということを言いたかった。 だけどそれがうまく言えないもんだからこにゃこにゃ言ってるわけよぐちゅぐちゅ、うん、今もそういう感じかもしれないわかる,かるあの傷つきますよね発言して私もそうなんですあのテレビで、うん、もうバーンとコメントしてそれで終わりじゃなくて、うんうん 家に帰ってから「待てよ」ってこういうふうに思う立場の人でそっちから話しちゃったけどでも別の見方をする人もいるわけでカ、うん、ーって顔真っ赤になっちゃって酒飲まないと眠れないみたいな感じ、うん、よくわかるね、はい、いや僕それタコと呼んでるんだけど <laughs> つまり野球で言えば4打 <laughs> 数あってね、うん、でもボンタで終わってしまってしにっともない月間が取られたりなんかした試合に出た選手みたいなところがあるわけだね。はい、そうすると ああそこでああれじゃただベンチからのサインも出てるしなとかね、<laughs> なんか自分の中の色気もあったりとか、いろんなことがぐじぐじするわけですよ。だからそこのところが、実はだけど、それはそういうことを考えるね <laughs>、うん、人間はね、大体いいそんなことこでは語っちゃいけないかもしれないんだ、うん、いやてっていうか、そのあるよだって、俺はだから、どうう大失敗したと思うよ。ただ、あのタイトでしょ テレビって、うん、タイトな場で、えー、も語らなくちゃいけないでしょ。こ、うん、れで言いたいこと。前から持ってても話そっち行かないでしょ。ね、そうすると別の話になって、もう熟知たるものはもう毎回抱えるし。うん、で、もっと逆で。俺もあの頭悪いけど、口が達者だから、うん、相手制して。 喋たいこと自分の言いたいことだけ言っちゃって相手に喋らせなかったたたりりししことも後悔する私はさ何か犯罪が起きたりとかしてさまたそれが若い男で変な感じの犯罪だったりするとすごいそいつ責めちゃったりとかしてさ家に帰ってから「でもなこいつは本当にダメなやつだと思うけどその犯人はだよだけど親とかもいいんだよな」とかって思っちゃうけどただただねまあもちろん群れもやってるから思うけど。 でもあの浅井さんはそういうのにちょっと嫌気がさして辞めたりしなさったんだけど、まあ、あのまた出ておしゃべりになろう、うん、そ,れそれは、うん、一つは辞めても何も変わりはしないよね、うん、あそしたら少し何かい、うん、言えた浅井って呼ばれた呼ばれたからには自分は出てて、うん、ただまあ僕は、うん いくらか長生きしたから、その、毒の人柄も少しは理解してもらっているので、役割が、ああポジションがね、セカンドならセカンドと決まっているようなところがあるから、多少は変わったとは思うんだけども、その、つまり、どういう場面でどういうふうに出ていくかということも含めて生き方だから、自分の人生だからね。 その自分の人生とじゃあ他人というか世間との人生のどうかオーバーラップしていなきゃいいけど必ずしてるわけだからそれを無視して生きることはできないっていうことには一方で気が付いちゃうわけだよね。それどうするっていうことになるでしょもう世間関係ないっていうふうな人生が選べるかっていうとそれ選べないよね山の中でこもるわけにいかないしねこもるならともかくねだから昔の人の隠遁とかそういうのってのはなんとなく。 あいつの時代にも人っていうのはそういうものとこう戦わざるを得ないのかなっていうことも気がつくよ、ね、あのー、これもおコメンテーターさんの意見の中にあるんですけど、まあ、そういうことがありました、うん、でこの朝井さんは生きていくことで生きることっていうのは自分の大事なものとのどっか行こだっておっしゃってる、はい、うん売り渡すもの売り渡さないもの が心の中にあるとおっしゃってるわけですね。それとの関係はどういうふうにいや、すぐはまあ人は時間をなくさないであの過ごすことはできないわけですよね。だからその時間というものが自分にとって何かっていうことだけど、若い時は時間いっぱいあると思ってるし、そんな時間があのどのぐらいありがたいものかっていうのはなかなかわからない。少しずつこう生きていくと。 時間っていうのはものすごく貴重なものだっていうことに気が付くわけだよね、うん、ですでもその時間が何もねもう大変なことで充実してこう埋め込まれればいいっていうだけじゃなくて、うんうん、何でもないことでも埋めていくことが素敵だったりもするわけですよ、うん、例えば変な話だけど<ー>ただ花が咲いているとか雲が流れているとか、はいはい、風が吹いているなとかそれだけだって十分に幸せだったりすることが人には あるんですよね何も出来事があって何ん、うん、か達成感があったからね人生が充実してるとは限らないわけそういうことやなんかをこう考えると時間と自分との関係のどういうふうに生き方を選択していくのかでも問いいかけられてるるという気がするんだね室井はあれだよね「うん、今日はつまんねえ」と「イベントが何もなくなった」と。 私のイベントがなくなったからなはもう分かって自分のちょっと待ってこいつにこういうこと言ってるやつにちょっと説教してやってほしいんだけど「もうつまんねえ」って言うんですよ今日来たよこいつはお正月休みが終わったと同時にあと何ヶ月夏休みまであと何ヶ月だとかって言ってもうつまんねえああ嫌だって来るなりこいつは言ったんですけどこういうやつには何て言ったらいいですかそれはここにいる時にここにいないことだよ あ,あでもここにいろよ <laughs> あれなんだよあの別に対はないんだよあの本当になんか私本当になんかやばいんだけど、うん、おばんになってきたら、うん、頭で考えてきたことが、うんうん、言葉になってるだけだよねまあでもね、まあ、逆に言えばここの職場に来てだよ、うんうん、まあそういうことが言えるぐらいの 距離感が近いっていうふうにもね解釈はできるけど他じゃ言わないだろうからねもう来た「ああ嫌だつまんね」っていきなり言われるわけだからそんなこと言ったきゃ覚えてないやんああ嫌だもう何にもね私には何にもねしたじゃないけどでもあれでしょ何かが自分の人生に待ってるかもしれないっていうことはあるでしょそれをだから作ってます楽しくなるのを待ってたら楽しくならないんで。 毎日だかから何か楽しいことと一生懸命作ろうとしてあそれは普通だよね、うん、だから人生ってそういう気持ちがなきゃ、まあ、もちろん突然やってくる面白さっていうのはたくさんあるけど待ってなければただ待つ,待つという気持ちがないとね人生って何も来ないよね。 待つただ待つっていうのはね面白いもんでね何かを待つでしょ明日答えが来ればいいけど明日来ないかもしれないそれ明日来るかもしれない10年後かもしれない一生来ないかもしれないだけども待つという心がけがね多分その人を変えるんだと思うんですよね待ってないと多分延べ人も来ないしある表現例えば僕らで言えば表現すること時にその「 待つ力があるから、うん、ただだ約束通り来ないんだよねちょっと具体的なこと言うと、うん、あの写真なんかをお撮りになろうとして今の言葉も多分、うん、そういうとこからね待つみたいなことが結構大事だなっていうことをおっしゃってるんだろうと思うけど、はい、いいチャンスは現れなかったりもすると。 写真で待どもけんさんみたいな人はね、例えば一日の中で何時頃がいいとか考える人が、僕はそういうこと考えない、例えば今日はがロケだとしたら、東京、今日は雨だよね、そうすると、僕が雨止められないから、雨が僕の狙いだと思うわけだよ、もし写真撮らなきゃいけないと決まったら、あこれ、本当、内心、初め違ったなって思うけど、雨が僕に味方してるかもしれないっていうふうに思う。 だから待つというのはね、うん、なんか願い事のようなことだけどね、うん、あんなふうなことがあったらいいなって思ったら、それは来るとは限らない、うん、けど待つ、はい、と、ある日ね、はいはい、あこれだったんだって、俺の待ったことはっていうのが、何回かあるわけ、例えば、大崎さんもそんな若くないからさ、はいはい、何回かあったと思うんだけど、うん、俺ってこのぐらいかなと思ったことありませんかああのの若い時に、うんあのー レギュラーの細かいのたくさんこなしててあの収入があのちょっと30万から50万ぐらいあった時にあ俺ってこのくらいだと思いましたねその時<ー>俺俺これもこのくらいのはそれでね、はい、これくらいかなと思っているともう少しだったりするわけだよ、うんはい、でそのためには待たなきゃこないんだだから、うん 一番理想的なのはせっこく考えるていうんじゃなくて例えば僕は時代が良かったんだけど例えばギャランティーの話が今出たけどギャランティーが僕自分の側から言ったことがない時代っていうのがずっと続いてたわけ電話を取るでしょそうするとこれだけでお願いします分かりましたありがとうございました電話切りますよねでまた電話かかって電話取るとこれだけでお願いしますって上がってるわけだよねまた電話切りますよねありがとうございましたまたかかってくるとどんどん上がってくわけ。 何も言わないのにある日相手は高いって話になるのでそういう世間があった今そんなことはないこちらからこれはこれこれなのでこれだけのお金頂けますかっていう風な話を僕じゃなくても事務所なり何になるか言わなくちゃいけないそのぐらい時代は変わったんですね前は価値があると思えばこれだけのお金で用意しましたいかがですかって言われてありがとうございますっていうことを繰り返していればよかったっていうことがあった。 だから、一番良かったのは待ってれば来るっていうのがね、良かったんだけどね、強く願うってことかな、何かを、こうなってほしいって、例えば時代がこうなってほしいとか、自分にとってこういうチャンスが来てほしいとか、こんなふうになりたいとか、その強く待つのはいいんですけど、もう一つ突っ込むのは、それは根拠のない自信ですよね、まあ、俺も含めて、待つことの。 うん、うある意味ではそうかもしれないけど例えば僕は科学者じゃないけども、うんうん、あるこう例えば真実に出会うと、うん、科学の最先端っていうのは、うん、地球上の人類の中で自分だけしか気が付かない真実に出会うことがあるんだよね。うんはい、でその時はある学者に聞いたけど、うん、その興奮度たるや大変なもんだしいんですよ。 世界は誰も知らないのに自分だけがその真実に出会ったそれを発表するまでは世界は知らないしか自分は知っているっていうねそういうことが多分ね科学にも芸術にも人間の真実の中にあると思うんだよ。毎日うねんありますよ例えばですけど寿司飲みながらウイスキー食べててガリ食べてウイスキー飲んだらブランデーの味になったって。 誰かに伝えることじゃないけどめちゃめちゃ新しい発見だと嬉しくなる。最初の言葉を間違って。<え>お前最初に寿司飲みながらしたの、ね、今。寿司食べながらいいっ。寿司食いながらだもんね。でもまあそういう発見でも <laughs> まあ嬉しくなる。まあそうだけど、うんうん、まあでもなんかこうもうちょっとなんかこう浅井さんの言ってるのは道ずっと歩いてると何かがまあ氷林までは言わないけど待ちながら。うん あれなんだとあのさっきの雨の話っていうのは、あの雨が止むのを待つわけじゃなくて、雨の中でそれもいいじゃないかって自分の意識を変えるってことですよね。そうですね。うんうん。だってその考え方変えると雨が素敵だったりするで。うんうん。そそそれは私言葉が違っただけで、私が毎日楽しいことを探すってそういう同じです。うんはい。うん。 だからなんから表現をするっていうことは、うん、例えば詩人だったり画家だ,だったり、まあ、何でもいいんだけれども大竹、うん、さんで言えば失敗だったりしてもいいんだけど、うん、こう新しい発見がこう、うん、繰り返しの中に潜んでいる、うん、時にそれに気が付いた時の人間のこう、うん、一種のこう高揚感というか、うん、幸せというか,、うん、なんかそれはありますよね。うん そのただそ僕たちら特にコメディアンなんかはそれとこのもう時代に添い寝するわけだから同時代性が深く、うんまあ、カメラマンの方も小説家の方もそうだと思うんですけど深く関わってくるわけじゃないですか、うん、そのなんか中でなんかこうもう、ね、ちょっと前はこれやったら大笑いだったんだけど今誰も笑えないよみたいなこともあるわけだからこうが発見がこうなんか。 俺は知りたかったのは一歩か二歩ちょっと年食ってなんか引いたらまた別のものも見えてくるのかなみたいな。いやそうでしょそれを僕はたまたまそれを待つってことで使ってるなるうん。だから多分大竹さんにはね何度もね僕の今見てる大竹さんあるいは僕がメディアで見てる大竹さんから見ると多分いろんな発見する人だと思うんだ。 つまり、つまり、つまり、大竹さんがもっと大きくなるということだね。ずる、うん、い、私もアドバイスもらいたい<笑><笑>あいい、アドバイスありがとうそれはど、どっかでね、どっかでその、なんか自分に正直に生きようと思ってるでしょ、それはあなたも一緒だけど、だから自分に正直に生きようと思ってるってことは、他人にも正直にならなきゃいけないってことにもなるわけだうすじゃす。うん すしいわがままなんで、うん、そうしかできないんです、うん、そうしかできないのもまた、うん、そういうなっていく人の原因だから待つっていうことでやっちゃいます、はい、だと思うけどね、はい、えー、浅井さんがお考えになってくることみんな忘れちゃってるけど戦争が終わって日本人が憎んだのは日本のリーダーたちと時代の空気だった気がしますもう か,かっていうかもう的をこうねまま見事に射抜いた言葉でちょっと驚いております。はいはい